カンボジア王国の国章は、カンボジア王室の紋章を使用しており、カンボジアの王権を象徴している。現在の国王であるノロドムシハモニの王妃にもこの紋章が描かれている。紋章に描かれている動物は、向かって左にいるのが象の花を持つ獅子である、ガジャシン派、右にいるのがシン派である。2匹の動物は王家のための五層の日傘を捧げ持っている。 その間にあるのは、カンボジア式の王冠で、頂上から日の光を放っている。王冠の左右には、木の葉のようになった金色のマントが上に向かってたなびき、王冠の下にはローブが垂れ下がり、その手前に青い盾がある。盾の中に描かれているのは、台座のついた皿と同様のものが二段重ねられ、聖なる剣と、 クメール語のオウムのシンボルが乗せられている図柄である。皿の下には勲章が描かれ、その両側から緑の月桂樹の葉の飾りが皿を囲んでいる。紋章の下部にある帯には、クメール語でプリアチャオ、クラング、コンプチアとあり、合わせてカンボジア王国の国王と読める。上に示した西王の紋章学に基づいたカンボジア王室の紋章は、 1953年のカンボジア王国の独立の際に制定された。しかしクーデターで立憲君主制が覆された後のクメール共和国ではこの紋章は廃止され、クメールルージュ支配下の民主カンボジアでもベトナム軍の支援を受けてクメールルージュを追放した後のカンプチア人民共和国でもベトナム軍撤退後のカンボジア国でもこの紋章は用いられなかった。 1993年、ノロドムシュハヌークを国王とするカンボジア王国が誕生し、この紋章も復活している。ありがとうございます。